アロエがベストと思うよ。そうなの。<お>私さなん首をさこの前私ヘアアイロンで焼けどして、ケスマーだろ。<laughs> それはここめっちゃ痛かった。首は痛いよな。皮薄いよ多分。<laughs> 首の皮は薄い。あ,あ、薄いで。でさその私めっちゃやけどすんで、ね、ずーっとやけどしてんのいろいろ。 ここじゃん、あとこれ私足見たことあるあこれ言ったよねこれ,<何>これも<何>これも同じヘアアイロンですあ座ったって言ったっけ<ー>アイロンの真上に、はい、な,んかなんか座ったかなんかだよね、うん、のっかったんだよねそうベッドの上で全身でねベッドの上でさアイロンをさヒートアップしててさそれ忘れて座っちゃったのその前にうもうそのそのままその傷いつ もうずっと残るやつだでもさ結構最近ちょっとねもともとの皮膚がね戻ってきてるんだよねあ本当。若干ね結構やけどのあって感じだねするよね私その前に私小学生ぐらいの時なんだけどお尻2回やけどしてるからどうやってお尻をやけどするのおじいちゃん家で脱衣所にさおじいちゃん家って石油ストーブあんじゃん古いお湯とか炊けるやつだ のそやおばさんとお風呂入ろうと思っててお風呂から上がったのか,、はい、でかおばさんがタオルを落としちゃってあと思って私が拾おうと思ってこうやっぱ自分の,この体の長さを把握して体を折ったらこのお尻がどこに行くのかっていうの分かってないのよそれでお尻ジュッてあのこう鉄の底網やみみたいになってから、ね、ジュッてやって。 止まってこう触ったんで、いややけだってさやった直後あんまり痛くないじゃんね。たまあ、お尻は多分びんびあ、えー、敏感じゃなくてその反対側なんて,ていうの。ああ、にぶい。そう、多分これ、うん、肉があるから、ね。それそれだと思うよ。止まっ,ってこう触ったのよ。うん、そしたらなんか手にねこの絆創膏のこのラバーのところみたいなのがついて取ろうとしを痛かた。な、うんで、うん、それ？皮膚。皮や。 と思って。皮がでもベって吸いたマジ？寝ろって。あれでしょあのさ火なんだっけやけどする時ってさすんごい高圧だとさピーって音しない？何？シュッシュッシュッみたいな音しない？やけどんとって。しないよ本当。怖い何それどこで聞いたの？ジュドはなくってピーッシュッシュッみたいなさ。 何かかかかるかなななそんな音聞いいたことないよなんかガラス工場で鳴る音みたいな<ー>怖いのしな、ね、い怖いよ人体じゃんえ何ケツにまだじゃあやけどあとあんのいやでねそのすっかり治ったんだよねえそれ何歳の時って言ったいや小学生ぐらいの時よで同じことをもう一回やったのその後、えー、こんば同じことをもう一回やってはいそうかお尻に2回ね 同じ、ね、同じシチュエーションで同じシチュエーションでマジか、うん、ででもね結構もう絆結構なくなったんだよもうないのお尻はお尻回復入ってた <laughs> お尻にまつい線が入ってたのおっ何もうなんか三日月型みたいになってたねなんだろうあれどうやって当たったのか分かんないけど多分ギュッてこう押しつけたんじゃないお尻 <laughs> やっべえいやーそういうマジかだからもう本当にそういうことでばっかりやってる人間なんで そうですねそうやって学んできたんだろうねいろいろね体がね、はい、私もさこの手の甲にさここに一個やけどがあんの,何やったのこれはそれこそそれよそういうさストーブの上にやかんがあって「危ねえから触るな」って言われたの触ったらしいぞいやまあでジューってやったらしいじゃん触んないと分かんないんだって <laughs> ねそうです子供みんなに言うよ子供みんなにさ「危ないから触るな」って言う,言うけどやっぱエリは触るな それで触るようんそれ触るんかやそれ触るよ突っ込むなって言ったら突っ込むし,込むし入れるなって言ったら入れるし <laughs> もう入れは言わない方がいいんじゃない逆に触るなって言ったら触るしなそうなんだよねまあそんな感じでまださこの手元にあるアイスがちょっとあったかいんだぐらいなんですけど痛いよねそうちょっとさこの間思ったことあるわけねかおちゃんのさ<や>なんかさ新しい例えばね 新新ししいい職場にに行行くくととかかコミュニティ何でもいいんだけどなんか新しいところに自分の身を置こうとする時にさもうそこにはもともとそういう人がいてさ人たちがいてコミュニティがあったりとかさ職場があったりとかそういうそ働い,てきた人がいるわけじゃん、うん、なんかそういう人たちってさ団体で行動してて団体で生活しててさそのだんだんさ自分がどの位置にいてとかさなんかこの自分のその団体で生活する中での その居心地やすさみたいなのとかさ生き方とかいうのを学んで、こう生活していくわけでしょ。うん、その中に例えばさ自分がポーンとね新しい身として入っていくときに、もと,もとそういう板側の方でさウェルカムって言ってて構えれる人と <laughs> あれ新しいの人新しいの人ちょっと待って待って待ってって構える人いるじゃない。ああ、そう。わかる。うん、それってさもう <laughs> オービエスとにわかるでしょ。 こう自分がと、ね、新しいところに入っていった時にうわこの人めっちゃナイス、ね、一日デイワンから話してきてくれるしああスーパーナイス、まあとあと知ったら嫌なやつだったとかパターンもあるけどやっぱりそうやってウェルカムってやってくれる人とあとうわなんかすっげえ何も喋ってこねえし一応気遣って話しかけたらすっげえ嫌な感じだったうわーみたいなさ。 全然なんかウェルカムしてくれてねーみたいな人っているじゃんか。うんうん、なんか最近そういう経験があってね、うん、私の場合はそのウェルカムされてないなーみたいな感じの人がいたの、うん、で私はさもう体感でそういうのが分かると逆に声か,いいかけていくるわけよ。 お前がこのこ今自分が気心地悪いと思ってるかもしれないけど私そうでもねえからみたいな。うんうん、ね、私は私で悪いことしてないし言うなだけだから別にただ本当そうじゃん。なんかさ新しく来る人って別に何もちょっと新しい風は吹かせてるけど何も悪いことしてないじゃないまあね。でもさそういう人から 撮るとなんかうわ新しいやつ来たからまた仕事が増えるとかさうわ新しいやつ来たからなんか場が乱れるとかさ,なんかさ、まあ、そういうネガティブな感じで撮るわけじゃんかだからそういう人にはあえてもっと話しかけてって気なんかこうちょっとなんかううってあっちゃ多分思ってんだよね,あ<ー>ねうわまた話しかけてきたこいつみたいなも、ね、うん、うん、やめてみたいな感じなだと思うんだけどでもあの逆になんかそこをどうにかそのアイスを壊して私はね、うん、その氷を壊して。 で、あ、割とこいついいじゃんって思ってもらいたいわけよ、私は。でもさ、時の場合に言わないなんかキープ・トラインしてって自分がばかばかしく思うかうわ、ななんかなんで私こんな人にずっと話しかけてるのみたいなっていうパターンとさ、うん、なんか、あ、割と結構最近優しくなってきたこの人みたいな初めは冷たかったけど優しくなってきたおお、まあ、私がずっと声かけてたからだなあっち折れたなみたいなさあるじゃんか。<laughs> うん そういうパターンとあるなとか思ってなんかそうやって考えるとんか人のさ反応というかさなんかわかる多分動物的なあれだと思うんだけどそう何、ね、か完全にそうでそうここを自分がずっとこう多分、まあ、みんなでやってきたとかそういうのがあっての心地よくなっていくんだよそれが何ヶ月が続いてさでおだんだんやりやすいな生活しやすいなこの人たち好きだなみたいな感じになってきて心地いいなって思ってた時に新しいやつとか来ると やっぱい,い,いい意味で取れない人もいるわけですよねうわ来たよみたいなねどうするうちらみたいなねそうそうそうなんかさ昔の職場とかとかもこう見返ってみてもさやっぱりそういうのって分かれるわけうん、うん、めっちゃナイスにずっとデイワンからナイスねで自分が仕事をその日離れるまでナイスだったっていう人となんかすっげえ初め冷たかったけど優しくなったっていう人と、まあ、ずっと、ねうん、ビッチだった人だいるわけじゃんかいるいるいるそう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 って考えても面白いなと思って。 あれ何なんだろうねコミュニティのさ絶対さの,の,ぞのぞみさんの言ったように動物の,あそうあのソサエティの生き方みたいな感じだよねあと恐怖から来てると思うなんか自分のこれを壊されたくないこの人にとか<ー>もう本当だふたを開けるとこうやって冷たく接してきたりとかするじゃんで私強いんだからね私あんたよりすごいよみたいな感じで見せたいんだけどうん、うん、でも最終的にはやっぱりさ 恐怖から来てるんよ、ね、この人がもしかしたら私の居場所を取っちゃうかもとかこの人がもっとベターなね仕事をして私の仕事を取っていくかもんなんかそういう怖さから来てるんだけどだからいいいあれじゃないんだだよねねそそう,だ、ね、そうだからさなんかそうやって考えてみると世界って面白くないなんか例えば自分が 学生だったとしてよ、そういうそ、そういう、なんていうのかな、システムとかね、社会のそういうシステムとか分かってて、私が高校生とかさが、学生とか、まあ、社会人初めの方のであれば、絶対そういう、あの、時期が来るわけじゃん。うん、って、ね、なった時に、うわーこの先輩めっちゃ苦手、苦手って思ってても、その先輩は本当は怖いんだよ、みたいなさ、わかる。<laughs> ああ<ー>、だから、あと、ね、を書くと、本当は別に自分はさ、 悪いいいここととしししててなな気のったもんだよでもさパッと見せるふうに見えじゃん,ん一見は、ねね、あ,あれは私なんか気,遣うこ気悪いこと言っちゃったからみたいなさうんでも違うんてっていうお向こうがめっちゃ怖がってんてそう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 あんたな何も悪くないってっていう話 <laughs> なんかこれよく YouTube で話してるんだけどあんたな何も悪くないよっていう話なんだけどさ確かに確かにそう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 いう感じのことも最近あったんですよね結構でも私こっちで仕事しててあんまりそういう人には会ったことないから本当に日本で ほらね、バイトとかの時にはたまにいたけどそん。ちでもね,いやでもねそういうリアクションが出る人って、うん、日本人 VS 日本人の可能性が結構でかい。あこっちだと、うん、あーあ,ーある逆にローカルの人とかだとかそうでもないけど、うん、日本人だと多分ほらそこの今普通通りのところにもう一枚こう日本人。 で、同じ職場っってていうところが入ってくるお。ただの同じ職場の人じゃなくて、うん、日本人で、うん、同じ職場の人ってなると多分ちょっと多分こうまあいろいろあるんだけね、うん。多分ね,ね、うん、なんかさ私がこの話してるのはこのローカルの人だったわけあ本ほんとそうそうそうなんかすっげえ守り入ってるいきなりみたいなさ私んも悪いことじないですけどみたいなさ<ー>分かるこうなんかもう私の方があなたよりベターだからねっていうのを言ってきたいわけ見せたいわけ分かるなんかそういう感じでなんか すっげえんか頑張ってるけど私そんな張り合うつもりもないですしみたいなさただ<っ>わかるなんかもうそう,そういうそういう圧とかも私すっげえめんどくせえからさもう嫌だもういち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 嫌だと思って <laughs> めんどくさいんだけどでもあっちはそう見せて「I'm better than you I no,、うん」「I know more than you <ー>」「ああ」それは何あななたたのスーパーーパバイザーみたいな感じに 取らせたいわけ多分そうだよねそうだよね、うん、何なんだと思うよまあそれでさそれそういう例えば私はあなたより知ってるし私はあなたよりもっとや,るやれるしあなたよりベターな人間だしって言ってきたいんであれば言わせとくしもし私に何か教えたいとかあねなんか何て言うの Than you. Gonna teach you みたいな感じでさこっちがお願いしてるわけでもないし、うん、そういう組織でもないのにうん、うん、そういう人が出てきたんであればあどうぞ教えてくださいねって私は言うけど、うん、それが私に役立つか役立たないかは、まあ、まあ大体役立つんだろうけどね多分ね、うん、<laughs> だけど、まあ、プレイはさせるけどさなんかこの人間の感じは面白いと思ったんだよね, <laughs> 確かにねどこにでもあるじゃんか。んんね、そう怒りっぽい 人みたいなさ、あ,あいるいる、気難しいな、ね、この人とかね。そう,そう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 。いるいるあと、人の話聞かねえな、この人とかね。何人あ。人の話聞かね。<人>自分が合ってるパターン。いや、なんか、一回話,話が。全然、この人、話が、あ、そ、そっち行っちゃうんだ。みたいなさ。ああ<ー>。とかさ。あと、なんていうの、そういう。人が集まるところってさ。うん、なんていうんだろう。 ちょっとカルト化しし,し始める時とかあってさえ何このキャンドル売ってんだけどみたいな <laughs> いやそういうこうあからさまなカルトじゃないけど何な,<に>なんて言うんだろう<わ>結局なんかうちのボスが一番こうなんて言うのこうなんて言うの,う言うのああ<ー>なんか従わなきゃいけないしああいやいねこうなんて言うの新しい風吹かせたいけどあ。 ごめん、あなたには今その意見求めてないわみたいなさ、なんていうんだろう<ー>い、新しいことを取り入れたいとは言いつつも、いざ提案すると、あ、っあなたまだわかってないわ。ああ、そうなんだ。将来ねみたいなさ。ああ、そういうなるんだ。プロテクティブになったりとか、なんかやっぱこう人が集うとさ、なんかなんかさ一対一より難しかったりとかさ。なんかさどうしてもさそこにあれが動かない。あのー。 ちょっと私コントロールしたいからここみたいなさかる<ー>なさんかみんなで作り上げてるのに「But under my control」みたいなさわかる<ー>結局その人がコントロールするのを握りたいみたいな会社ってでもそういったとこむずいと思わないあるある、ね、下の子の意見も聞いていろんなことも取り入れたいでもやっぱりほらコントロールする人は必要なんだけど、うん、でもその の人で、ね、決めることで全てで回ったらまあその人の色になっちゃうわけなんかとかさまあ、ね、なんかやっぱりそこ,そこにやっぱりその人を信用するとかいうところとかも必要でだからやっぱそのボスの性格とか、うん、人柄が絶対会社に影響してると思うそうだよねもうすんごい出るそこうん ボスがやっぱりいいところだと私今の職場すっごい好きなんだけどやっぱりボスがいい人だといい人っていうかなて言うんだろう頭もよくってちゃんとしたこう決断をしてるなって思うから私も頑張って働きたいなと思うし、うん、やっぱりその会社自体の雰囲気もめちゃくちゃいいあそうなんだ、うん、いいねでもそれが自然とできてたらもうそれ以上必要じゃないよね、うん、なんかいいねいやだからね、うん 人ねね面白いよ、ね、特にハワイは日本人う集団生活系、まあ、職場もそうだし学校もそうだけど<ー>そうなるとさいろんな人いるじゃんかいるあそうそれでさこの間さ思ったことがあったわけよまたあのね公園にエリー連れてったのそ、うん、したらさその日さ普段そんなに人がいる公園でもねえのにその時めっちゃ人がいたわけ、うん、子供ももいるし、まあ、公園だからね 子供ももいいるしあと親もめっちゃいたのはははなんか何なんか系の集まりしてた,ってた感じちょっとしたパーティーじゃないけどそんな感じだったのでちょっといつもゆりかもっと一人ちょっとカオスな感じだったわけで、うん、うわーこれちょっとトゥーマッチだなーみたいなさ一つの公園にこんだけの人がいたら、うん、それはどっか子供ぶつかるとか、うん、喧嘩になるとか取り合いとかあるなーみたいな分かる、うん、そういう感じになりそうだったのね でだけどまあまあもう公園行くためにうちらは行ったもんだからさそんなあ見てあ人よい用意からやめようぜとはならんじゃん、うん、3歳の子供連れてってからでも、まあ、もちろん遊ばせてたのねそしたらさ結局さなんか多分そこの公園にしょっちゅう来る人とかでもなかったっぽくって、まあ、うちらはいつも行ってる公園だよ、うん、だからさなんかそこら辺のなんかちょっとローカルの人たちが普段行くような公園ってやっぱりなんかそれなりのルールっていうかさいつも来てるから。 あるよねみたいなあるんだけどうん、うん、多分そこにいた人たちは多分そんなにほらそんなにしょっちゅう来てるわけでもないんじゃないのかな、うん、めっちゃおもちゃ持ってきてたのね子供のおもちゃ、うん、子供たちのおもちゃで私はさ自分の子供にねもし公園行くよって言った時に「I wanna take this my toy」みたいなこのおもちゃを今日は持ってきたいとかさなんかいきなりバッグとかにバーとか詰め始めるわけ行くっていうと誰もなんか詰めろなんて言ってないのに、うん、で この気に入ってるのがその,その時あるとそれをどこにでも連れてくじゃん子供って<ー>クローシューストようにも商店公園にも連れてく車の中でも持ってくじゃんかそんな勢いで詰める時に私はいつもこれ もももし公園でななくくなっってもなくなよってよよいうわけよ、うん、だし誰かが借りたかったら貸すんだよっていうわけ、うん、うちはもうそのルールの下で公園に物を持っっって言っててけけ言るわけ、うん、あと例えば誰かが触って壊しちゃったらそれは仕方ないことだしもしかして亡くなったとしてもそれは仕方ないからねそのルールの下で遊ん持っていくんだよって言って分かったって言ったらもうねそこで何かあったとしてもほらね そうなるでしょだから大事なものだったら持ってこない、ね、もしシェアしたいものであれば持ってきてもいいよっていう話なんだけどさ私はそのルールの下で公園に子どもを連れてってるけどそこにいる親がみんなそういうふうに思ってるわけじゃないじゃない。そうだねでしょ子供がたたただ持持っっっってててききかから、うん、そういういパターンじゃんで私たちがその日行った時にある親子がさ押し,押してる押す車っていうのはなんか子どもの車のおもちゃで だけど自動系のもあるよ自動でああ<ー>あある,、ねあるね、勝手に動くやつもあるけどうん、うん、その子供が持ってきたのはただ誰かが押せばプッこう動くってやつねそれから自分の足でキコキコして動くっていう,うん、うん、そういう車を持ってきたの、はい、でもう見た感じパッと見もう車じゃん子供のでそれをもう公園にその子が乗りながら近づいてくる時からもうエリアそれ見てたわけよはい、はい、うわー来たと思ってたやっちまったああ来る来る来るみたいな ももちろんもうだんだん近づくに全部エリソンダッシュねで近くに行ってもううわーやっべ触りってのもやっべ俺のすげえ俺だよねみたいなさ感じなわけ <laughs> あいつの頭の中ではでその乗ってた男の子は降りてさそしたらもうキャエリソンがいろいろ触るのね <laughs> の車に入ってるものだとかなんかそこ多分メールキーあのメールキーとか鍵家の鍵とかをその,<ー>その多分お母さんがそこに入れたんだけどそれとかもうわさわさわったわけだから「ノー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 」って言ってあの そのお兄ちゃんにまず聞きなさいと私が、うん、あ,のあんたがそれ触っていいか遊んでいいか聞けって言ったわけそしたらさエリーはちゃんとナイスに聞いたらその子がいいよって言ったの、うん、だけどその、ね、やり取りをねやってる時にさお母さんはさそこにいたのにファッサーっていなくなったわけでやっぱさ子供たちがそういうコミュニケーションを目の前でし始めたら親がちゃんとこうそれがそのコミュニケーションがうまくいくか っていうのをさ見てあげるのが私たちがその公園にいる意味だと私は思うんでう、ねね、だけどさそのお母さんファーって言いなくなってあれみたいな,なんかもうあからさまにああうちの子どものおもちゃ触らないでっていう感じなわけあ<ー>雰囲気もう関わりたくないもうやめてほんとです、ね、雰囲気的にそんな感じ、うん、でファーって言ったのでさうちの子3歳でしゃべりかけてた子にはまあ6歳ぐらいそんな感じ、うん、だからうちの子の方が小さいわけよだからさ小さい子が 一生懸命こうやってさどうにかね自分のやりたいことを伝えたい、うんね、しかも相手のものだから、うん、っていうコミュニケーションをしたいんだけどもそこがそうやってね子供同士になりたってる時にお母さん、ファッサイがどういうこととか思って <laughs> で,で,それでさお母さん、すごい嫌そうな感じだったわけ、うん、うわ触んないでみたいな感じだったからキャエリソンにこの子はいいって言ったけどあのお母さんにもちょっと聞いておいでって言ったわけよ。なんんかやっぱり嫌じゃん うちは親にも聞いててきなよっていう感じで行ったのそしたらエリーがそのお母さんのとこに行ってさ「can I play the toy」みたいな感じで言うわけよ遊んでいいみたいなさそしたらお母さん聞こえないふりするのねうわ怖い本当に怖ない子供もにそうでで聞こえないふりするから「Excuse me」とか言ってた人たちが横からさ「はい」みたいな「can he touch the toy」みたいな「can I can he play the toy」って言ったらなんて言ったと思う アリロだから本当は嫌なんだけどノー、no、とは言いたくないからあちょっとだけならみたいな感じ、ね、このアディチュード付きでねアリロみたいな感じだったわけだそれダメって意味じゃんと思ってさエリソンにもう,あーもう触らないでみたいなもう行ってかないで、うん、そっちの方にって言ったんだけどもうあいつの頭の中ではさ「あリロ」って言ったいいって言ったじゃんってなるよねってなってんのねだからエリソンファッサー走ってってさ 乗ったよでちょっっとと走らせようかなとかかななんかやってるわけでもなんかもうどう考えてもさ絶対にあのお母さんは触ってほしくないんだし自分の子供のおもちゃに。うん、でお兄ちゃんお兄ちゃんでいいよって言ったからキャブエリソンの周りにいるんだけどなんか嫌な感じわかる、うん、だからさまあまあちょ,っとちょっと遊んだらもうすぐもう行こうねちょっとほらそこで休みないよみたいな感じで言ってたんだけどさもうエリソンはさ 多分あ,あんな感じのやつはまあ昔持ってなかったか、まあ、でもさ真当たりしすぎちゃってねどんなに例えば汚いおもちゃでもどんなになんかつまんなそうなおもちゃでも公園に行って初めて見ると触りたくなるわけ、うんね、そんな感じですごくなんかさ虜りこになっちゃってたのんその時めっちゃうわーこいつ絶対これから出ねえじゃんみたいな感じだったわけよででななんでもなんんもだだかんだ なんか私がいろいろ、なんかなんだろあのトイレ遊んだらとか、あの子と、なんか遊んできたんう。いろいろうあっちもっと楽しそうだね。だ <laughs> かなんか行ってたら、結局飽きたんだよね。うん、で、ファサーと、なんかそれから、その、あの車のおもちゃに戻んなくなってったんだけど。うん、なんか難しいなと思ったね。ああいう公共の場にいる人たち、みんな大人。 いるんだけけどさ、うん、みんなな同じこと考えてないわけよそんんな態度取る人がいいんだねい<や>子供に対して、ね、多分それぐらいの態度だからこそ私はいろいろ考えたその時なんか例えば昔ねそうやっていいよって言って遊ばせたら他の子供に例えば壊されたとかさ、うん、例えば何か持って帰られちゃったとかさ、うん、嫌な思い出があってからのその日で,で私たちが会ってっていう感じだったのかもしれないとも思ったんだけど。うんうん なんかいろいろ考えるよねだったらさ、うん、なんでこなんか子供がそんな頑張って聞いてんだからさ無視しないでよって感じじゃない理由があるんだってごめんねちょっとあれ壊れやすいからさ,とかさ言ってくれたら多分納得するじゃんね,ねそういうのを人間でもさ親もいるもういう親が子供を育ててること自体ちょっと怖いなって私は思うわけいやでもねその人もその人で頑張って私はね思いたいっていうのも なんかさやっぱりさそういう感じの態度を他人の赤の他人に初めて会うような人にしちゃうって絶対なんか多分例えばなんかこう疲れてたりとかね,ね例えば正直言ったら「ね、育児で疲れてんねん私とは」とかろとかもしれんじゃん。 でらそういう時だと私もどうしてもそういう態度をしてしまうかもしれないね公共の場で全然知らない人にいきなり声かけられて、うん、ほっといてくれって感じなのに、うん、なんかわーって来て何回も来てさ子供にも聞かれ親にも聞かれ、うん、ちょっとならいいよみたいな感じの気持ちになるのかもしれない <laughs> ね <laughs> とかさ、うんうんまあね、余裕がないのかもしれないねいろいろね。かなったのかなそういう時期 お女性あるじゃない<ー>子供を産んだ後とかもそうだしさ例えば旦那とうまくいってないとかもあるかもしれんしさ、ね、あれあれ子供がクレイジーだとかいろいろあるかもしれんじゃん<ー>だからジャッジはできないんだけどなんか難しいなと思ったのそういう公共の場で、ね、子供が集まるところのものさ駅とか行ったもんそうじゃん。 子供とかも関係なくしてさ、ね、駅でさ、なんか例えば並ぶとか言ってもなんかいきなり割り勘んでくるとかさめっちゃ飯食ってるみたいなさ車電車の中でめっちゃ飯食い始めたってことか分からんけどいろんな自分人それぞれのマナーあってさルールがあってでも公共の場があってそれぞれの,さ、まあでもこのアバエージな感じのレベルで公共の場にはいなきゃいけないじゃないっていうのもあるじゃん。 だから、多分さ、ちらほら、そういうことはあると思うの。公共の場で、こういう人いたんだよね。とかさ、そう。あー、いるよね。あるよね。ねうん、あるじゃん。うん、あ、と思うんだけど、なんか、あの時は、すげえ難しいなと思ったんだよね。いやー、なんかさ、言い方一つだったりするじゃんね、そういうのってね。うん。そうだよ。ねで,うん、でも、多分、絶対。 っていう余裕なかったんだと思うし。も瞬間にはもうね、対応できなかったんだろうね。多分そんな感じがするんだよね。みたいなね。そうそうそう。それかもうそういう人なのか。そういう人っていうパターンもあるで。あるよ。昔いたの。キャムロンのさ、あの、ニュージャージー行った時に、キャムロンが行ってた学校のお母さんに一人、はいって挨拶できないお母さんがいたわけ。 でもそれって多分ねもうね深井シカッとするの深井心のもんも問題なのよねんで多分ね深井旦那さんはさ例えば子供ね子供をろしに行くときとか迎えに行くときとか例えば旦那さんがその日その自分たちの子供迎えに来たりとかあったりとか旦那さんはめっちゃ安いのね、うんうん、奥さんだけはいって言ってもシカトバーイって言ってもシカトんか何かしらもうちょっと 話しかけなないいいでくださいみたいな感じの人多分ねそれメンタル的にもう来ちゃってるのようう多分そうだったのかなって今になると思う,うで私ね1年間ぐらい頑張ったんでなんで私も頑張ったのかなと思うんだけどさ <laughs> 食いついつたねなんか嫌なやつなんではないんだろうなと思ってたわけ多分あの「no, That's not my problem 私」私がうんぬんっていう問題ではなくて彼女が「 彼女の中でこう例えばね人と喋りたくないとかそういうのがあるんだろうなっていうのはあったんだけど 1>, 1年頑張って「はい」って言ってたのしたら後半話してくれた <laughs> だからすっごいソーシャルエンザイティだったりとかするんじゃないでもさそ,そういう人にとっては大変だよねその子供がいて、うん、子供ができたからまあじゃあこう学校にはもちろん嫌でも強制的に社会に出させられちゃうよ、ね、<Yes. S 1> 今まではほら 自分一人だったからいいけどっ,て思ってたけどだ誰かの提携をしなきゃいけないってなった時に外に出なきゃいけないじゃんそうだよそうなった時にさ、ね、やっぱそうやって今までなんかトラウマがあったりとかさソーシャルエグザイティとかがあってう、ね、なんかどうにもならないってなった時にさめっちゃきついよね多分ね。きついよそれでそんな1年もかけて「はい」って言ってくれる,言ってくる女がいてさ嫌<も>だったの、ね、話したらど,どういう感じだった普通の人 あのね、そんなに深い話はしないよ<ー>そんなな深いい話はしないけどなん,なんかちょっと子供の話とか子供同士が同じクラスだったからさ<ー>誕生日パーティーとか私がやっ,たとやった時に来てくれたりとかした時は「なんか来てくれてありがとね」みたいな感じとか。あ,<ー>あと結局さ やっぱそういういお母さんでも自分ののの子供の誕生日パーーティーやっててあげたたりしてたの、うん、でもまあ結構その学校のクラス自体がお互いに誕生日パーティーをやってよ呼び合ってたからみんな<ー>だからそれで呼ばれていった時とかもあったけどやっぱお母さんねそこのおじいちゃんおばあちゃんとかいたけどおおじいいちおばあちゃゃんとかいんんんんばああだだよねあ<ー>お母さんだけけま喋れないわけ、うん、いや,やっぱ何かあったんじゃないトラウマみたいなのとかね、うん、もしかしたらだからそういうパターンもあるじゃん,、うん、なんか今の時代って多分昔からあったと思うんだけどあの人って無口だよねとかさあんま人と喋りたくないよねとか愛想悪いよねって絶対なんかあるんで。 あともう人と群れんのがだるい面倒くさいとかさ何か,か,、ね、か昔嫌なことがあったとかさ多分あんだろうね,うろうねいくら挨拶したところで別にお前はただのクラスのお母さんだろう多分ね、うん、でもほらでも最終的に結局さ子供はクラス一緒だからっていうところは私はあったねだからせめてみたいなさ 誕生日パーーティーとかも呼びたい,からさたい別に仲良くしなくてもいいけどそうそう連絡先なんて交換しなくていいただなんかもうあ、うん、朝会ったら「はい」ぐらい言おうよやみたいなさまあそれあたり大阪のおばちゃん的なあれでしょうこの根性で私は言ってしまったんだよねでもね本当にこっちの人でも挨拶できない人いるよ私前いたもん本当、うん、あのー、えっしらない人 あの仕事中ずっとヘッドホンしてるのよあーもうキャンセルしたよもうな感じ完全にイントロバートな感じでんかうんだからもう性格がいいのか悪いかも私には判断できないレベルの感じで知れないんだよねその人の、ね、でも多分やろうと思ったらできんのよやろうと思ったら話せんのうん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 なぜなら自分のクライアントとかに電話越しで普通に話して見たことあるからね<ー>多分 私のことは別になんかあまあこの人にはいい対応しても別に自分にメリットはないって思ってるから多分そういう態度できるよね人にねああそういうタイプもいるよね、うん、そういうタイプもいるね計算して<う>あ別に自分に利益はないから時間使いたくないっていう時間もエネルギーも使えてるめんどくさいみたいな、うん、あいるいるいるそういうのもいるねそうそうそでねそうそうそう,、ね、そ,う,そ,う,そ,うその人はだから本当にずっとヘッドホンしてたし目も合わせないしあ、うん あのーうん挨拶も朝別に聞こえてなく聞こえてないのかみたいなでもさなんかさそういう人がさ普通に仕事できる時代じゃ今なんか家で仕事する人ってだからなんかもっとさそのソーシャルエグザイリーの人とかそういうタイプの人がさもっと自分を分けて生活できるような時代になっちゃってる頃こそもっと引きこもり増えんじゃねえのと思うよね,ねでもね。 ででそ,のその人とのコミュニケーション全部 E メールだったのほんと席隣だよマジで、うん、話さないよ <What? S 1> 全部 E メールそれもちょっとおかしいよなでもやっぱり多分その人の頭の中で全部全てのことがいつも完結してるから、はあ、あのいくらメールでコミュニケーションしててもやっぱり十分じゃなかったよねっていうのも何て言うんです情報の通達がうまくいってないとか それ大変じゃないそうかティームにそういう人があるとね、うんうん、めっちゃ大変だったよその時でも尊重してあげたいけどさね、なんかチームで働くんであればねなんか別にその人がそういう居場所を見つけてだからそれこそなんていうの自分でねフリーランスでそういう仕事をする,するとかで 言ったらチーームメンバー自分だけじゃんねそういう状態だったら分かるよ、うん、別にいくらね黙々とやっていただいても構わないしでもやっぱりその会社の一員としてチームメンバーがね周りにいてってやってるんだったら、うん、お前そこでゲットコンフォートブルすんじゃねえぞって感じじゃないコミュニケーションするどでくらいしろいよなって思うし。 そ,うだね、それが嫌なんだったらそれこそ本当に自分でやるよって思う,けどあそうなんだよね多分そこも彼女のストラッグをしてる場所だと思うよ本当は一人でやりたいねだけどそこまでのレベルではないから一応こいつらと一緒に毎日仕事してるんだけど喋りたくはないねそうそうそういう感じ,感じ本当そう当うそういう感じそう <laughs> にそう,いやもう、ね、そう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 そそう いむずいなと思ってさパブリックってい,うのはいやーめんどくさいねそういう人はね本日の「肩ポンポンいきます」はいいきますよはいえっとのぞみさんかほさんいつも楽しくポッドキャスト聞いています、はい、肩ポンポンのコーナーに応募したくて連絡しましたはい暗い話で申し訳ないですが肩をポンポンしてくれたら嬉しいなと思いメールしました、はい、以下相談文ですはいということでゆいさんいきますはいうーんと 私はアメリカ生活10年弱のぞみさんと同い年の今年36歳です4歳の子供と夫と3人で暮らしています、うん、今回肩をポンポンしてほしくてメールさせていただきました、はい、というのも先週第2子を流産してしまったからです 妊娠吸収の時に赤ちゃんの心臓が動いていることを確認していたのですが先週出血があり検査をしたところ赤ちゃんの心臓が止まっていたのです妊娠初期の流産は約6人に1人が経験するものよくあることとは知っていましたもし自分が流産しても統計的に仕方ないことだし初期の流産はほとんどの赤ちゃんが染色体異常なのでママ,をこれママがこれをしたせい だとといいいうことでははななから自分は涙も出ない、うん、そんなに悲しまないと思っていましたけどいざ自分の身に起きてみると全然違いました、うん、ドクターから「I am so sorry」と言われた時涙が止まりませんでした「うん、ストレスが多かったせいかな運動してこなかったし食生活も偏っていたからかな」とか、うん、やっぱり自分を責めちゃうし「もっと若い時に第二子を埋めていたら次も流産したら」なんて考えたり。 うん、リュウザンは仕方ないことって頭では分かっているんですが自分のお腹にいいいたた子ががななくっってししまったことが悲しいんです赤ちゃんの心臓が動いてないと分かった日の数時間後麻酔なしで激痛の中リュウザンの手術をしたこともトラウマのようになっています、うん、ドクターは手術が少し痛い程度だし麻酔をするとなると総合病院で全身麻酔をし大きな手術になるからここのオフィスでやる方が楽とおすすめされたため。 アメリカのアメリカでユーザーをされた方の経験をネットで調べてみてもあまり多くは出てきませんでした。けど6人に1人でけ1人経験することならみんな言わないだけで辛い思いをしている人がたくさんいると思うんです。ユーザーの話はタブーみたいなところがありますが、多くの女性が経験することだからもっと周りと話し合っていいといいことだと思うんです。友人や周りにユーザーの話をすることで。 同じ経験をしたに人同士もっと支え合えると思っています。私だけ肩をポンポンしてもらうというより、リウさんをきゅうきゅう経験した皆さんの肩をポンポンしてほしいです。どうぞよろしくお願いします。ということです。めっちゃいいやつ。めっちゃいいやつじゃね。ユイ <laughs> さん<ー>めっちゃいいやつ。<おー> <laughs> 涙出てきた。<laughs> <laughs> めっちゃいいやつじゃん,んめっちゃいいやつじゃんでもそうだよね人人に1人なんだ、ね、あ,あそっかそんなもんか結構な確率じゃないですかうんでも本当そう言わないんだよね多分ねでもそねソーシャルメディア結構ほらちらほら聞いたりやするよねちょっと自分の経験をシェアしてとか言うの。う そうね、最近昔に比べたら見るけどねでもほらやっぱり妊娠を視野に入れてないとそういう情報ってなかなか入ってこないかもあそれはそうかもしれない私初めて知ったも6人に1人で、ね、結構な確率ね、うん、いやそうか辛かっただろうね期待してたものがね、うん、急にガクって急になくなっちゃうとでも結衣さん大丈夫な気がするなんかすごいじゃん他の人にもこの話聞 <laughs> ポンあの肩ポンポンのコーナーとして聞いてほしいって感じじゃん「大丈夫だよ」って言いたいんでしょうそうね,そうねめっちゃいいやつじゃんかお母さん、ね、こんなお母さんで、ね、生まれたいよねそりゃ子供ねほねまあ <laughs> 今お一人お子さんいるんでしょ <laughs> 涙が出るそう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  そ経験ェアしていしただいて本当そうだよね、うん、いやでも本当そうみんな多分言ってないから辛すって、まあ、すぎるよねそれはねだから言ってないから<ー>こういうことを言ってくれる人はやっぱりちょっと誰かのあのいろいろ変えるよそうねうんありがとうねゆいさん <laughs> めっちゃ辛いだろううにね辛辛いいと思時にシェアをしろするのってめちゃくちゃもっと大変よ、うん、まだ多分大変だろうね、うん、でも強そうじゃない彼女ね,ねまだなんかフルでこうリカバーしたわけではないけどだって痛かったって言ってるしそれもすっごい怖いねそれはトラウマになるよね体感しちゃってるじゃんうん しかも医者の,あの,そのアメリカのメディカル系もやっぱりさ日本人感覚で言えると多分日本人ユイさんとから日本人でしょ、うん、なんか日本で生まれ育ってっていう感じだとさ結局何がふ わ何どうしたらいいのか分かんないから、うん、その時のあれで自分で決めるっていうパターンとか、ね、例えば赤ちゃんが例えばね妊娠しててこうもう出産になるっていう時赤ちゃん出てきないですよどうしますかみたいな時とかって、うん、ほらなんかその時の決断で 決めないといけないいいとけけわ私そういうシチュエーションになったことはないけど、うん、例えばほら掃除機って言ってさバキュームでそう吸い取るパターンとかもあったりあ<ー>それかもう赤ちゃん出てこないからお腹切りますかとかさうん、うん、それもでもさ結局アメリカのメディカルの下だからさなんかちょっと。 結局最終的なとこあんま分かんないじゃんよく、うん、何がベストなのって感じだよねでしょうん、でもそこでやっぱ決めないから、まあ、それは自分の責任で決めなきゃいけないわけでもあるし、うん、特にアメリカは結構さほら患者さん次第ですみたいなとこあるじゃんねね、うん、そうだよ、ね、会社とかお金かかってるからねあっちもねだからそのアンダーストレスの中多分自分であじゃあここのクリニックでって多分言ったと思うの、うん、それも多分大変だったと思うけどでもねなんか 経経験験ししててるる人はやっぱりそういういもんねなんねなか私も初めの出産の時はさ全身麻酔したのよっていうのもみんなしてるって聞いてたしうん、うん、みんなするって思ってたからねしない人も面白いと思うけど、うん、アメリカと出産となると全身麻酔だよねみたいな周りの子もみんなそうしてたしうん、うん、だけどやっぱりあ,あ,と,からしあとあ後あなんか。 一年二年ぐらいから、なんかさ、下の腰の方がずっと痛かったみたいな痛みあ,あった、後遺症みたいなやつが。そう、すごいね。そうそうそう、まあ、それね、その妊子供を産んだからじゃなくて。麻酔。それなのかもしれ、ないわからないけど、なんかさ、なんかやっぱりほら、全身麻酔しちゃってるから。なんか、やっぱりそういうのから来たのかなとか思ったりとかもしてたのね、<ー>腰が、ろ、だから、ローアバック。 腰だよね腰がなんか痛いな重たいなみたいな,みたいな感じ、うん、が23年続いてキャミン産んだあとでもその後亡くなったわけ。うんうん、だからあれまあ何だとあれは全身麻酔のせいだったのかなもしかしたらこう出産したあれなのかもしれないしわ、うん、からないけどなんかま結局亡くなったんだよね。でもその後は別に 全身麻酔が嫌だからっていうよりかはちょっとその自然分娩を体験したかったっていうので一回フローレンスそれで産んだらすごい気分良かったからさ、うん、まあエリソンも結局それで全身麻酔とかではなく自然で全部薬なしで産んだんだけどそれもほら自分のね決意だからね、うん、そう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 いやーいろんな経験したねこれからもでも多分なんかさいろんなことあるじゃんみんなそうだけどさ大変なことってあるじゃんかでもさ 切り抜けて生いやなんかさそういうさなんかこう特にそういうなんか死が関わってくるものってさそういうのを本当に経験していや分かるなんとなく多分みんなは想像できると思うのその死の辛さって、ね、でもさ実際経験すると重みが全然違うんだよね。う 経験しないと分かんないいとか多分ああ人間がもうそういうふうに作られてると思う逆に多分みんながみんなその死の感覚っていうかそのなんていうの悲しみとかの辛さをずっと分かるようになってたら多分生きていけないんだと思うんだよねどっかでこうちょっと忘れたりとか分かんない感覚がないと多分ね生きていくの辛すぎんだとあは,はは。でもさあれだよねなんかさ例えばその結衣さんは今こういった感じでこういう経験をしたけどさ 私たちがさこの人間のサークルでさ経験していくのってさほら例えば自分私たちね私はほら30代じゃない、うん、とかになっていくとだんだんさその自分のおじいちゃんおばあちゃんとかさもうお,おじいちゃん亡くなってるんだけど私のおじいちゃんはおじいちゃんおばあちゃんが亡くなる経験をしたりとか今度自分の両親が亡くなる経験っていうのはさこれ絶対していくわけじゃん、うんうん、もうサークル上仕方ないじゃん。うん でそのさっきカオちゃんが言ったみたいにトレーニングはできてないし、ね両親が二人いるなら二人今まで死んだことはないわけだから、うん、ねわかんないアンシュアなことがこれから起こるわけじゃん。ね割と結構さ、うんと大丈夫だった。 とはならならいと思うわけよならない,、ね、いろんな人がいろんな感じでヘンドルしていくわけでしょしょかもその死ってもうずっと多分自分が死ぬまでつきまとってくるもんじゃんねその一瞬辛いだけじゃなくって、ね、多分ずっとこうキャリーしていくものだからそうだねうん,うん多分それ人それぞれのさなんか試練なんだと思うんだよねそこをどういうふうにくぐっていくかとかリアルしていくかとかさ それぞれぞななんだと思うよねなんかその、e、メールで、うん、そのメールの中でも結衣さん言ってたみたいにさなん,かこうなんていうのあれをやっとけばよかったなとかさ絶対後悔って出てくるんだよね。ある,あ,るあ,るあると思うえでもなんか私いつもうそのやっときゃよかったとかああした方がよかったって結局うんとその時にベストだったことがその時起こったんだよねそれがネガティブなことであろうと,うとううポジティブなことだろうと、うん、そ,ううその時起きなきゃいけなくて起,こ起きたことで。 とかだから、ああすればうちの旦那よくいうなああすればよかったこうすればよかったとか言って、うもうそのああすればよくくればよかったとかこうすればよかったじゃなくねみたいなさ、んな多分その時その時でベストを尽くしてるはずなんで、ね、そうなんだよね。その時,その時できるものをね。中途半端だったと思ってもでもその時の自分がした判断はその時の自分のベストだったから、だからこうすればよかったっていうかそれがそれ起きたら。 飲み込んでじゃあ何ができるかなって見た時にねまたちょっと違う目線でみ、うん、み見てなんかいろいろこれをどういうふうに受け止めてこの先生きていくかとか、うん、多分そういうネクストステップにね入っていくんだろうねうんとね私おじいちゃん亡くなった時はそういう感じじゃなかったんだよね私はアメリカにいたからさあ<ー>なんかあでも魂はいつも近くにいるな っていう感じだったのそういう感じで解釈したのは、まあ、多分目の前で見てないからだよねうんっていうのはあるとは大きいと思うんだけどうんとうんなんかでも魂は近くにあるっていう解釈でい,しい,るついてるいつもうんうん亡くなったとかっていう話になると、まあ、でも目の前であったりとか体感するとまた全然違うんだろうね。うーん,うーん いやーまあでも一番できるその死に対するリスペクトは多分自分たちが今頑張って生きていくことだけだろうなと思ってるからまあマジで,でもでも本当に一言で締めくくるとすれば本当にそれそれだけだよね本当にね、うん、それが恩返しというか,いうか一番のリスペクトよ,そうだよなので、はい、うわよな夜なネイバーズクラブわちょっと深いところまでいきますねまあ夜な夜なですからね <laughs> そういうとこまでも言ったりしますよ。じゃないと触れない時からですかね。<laughs> はい。そうだね。こういうシェアもしていただいてありがとうございます、ゆうさん。本当そうだよね。うん、ゆいさん、いろんな人が多分いろいろ救われたと思うで、気持ち的にもね。いろいろ考えるきっかけにもね。うん。なると思いますよ、うん。うん、いいね。いいね。はい、こういうのいいね。いいよね。そういうコミュニティでいたいよね。はい、ねそうだね。うん。 なんかさあんまりさ質問とかもさなんかほら正解を与えてあげることはできないけどそうようちらのアンサーは与えられないけどね聞いてますよっていう感じだよね本当さトータルで言ってゆいさんもただ聞いてほしいだけなんだよねうんうちらがこうやってだらだら喋ったけどもほら聞いてほしいんだよ聞いてる人がいっぱいそこにいるからねそれはいいことだね私たちだけじゃなくてそう見えないサポートがいっぱいあるうんありがとうございましありがとうございました 肩ポンポンです。はい。ということで、ということで今回は十四回目でしたかね。十四ですね。そうですよ。ははは。はい。もうすぐ十五回じゃないですか。ぐいぐい行きましょうや。そうですね。は私たちは若いから。そうよ。そうだよ。みんな若いわよ。うん。マジ。またこの林の話やるの。何の話？私たちは。何よりあまたまた来ま来ますか。いいですよ。はい。次ですか。 はいということで私たちは Amazon ポッドキャスト、Google ググポッドキャスト、ーアンカー、Spotify、Apple ポッドキャストいった a p p l ポッドキャストはいと YouTube で配信をしております。はい、はいコメントを残せるところは今のところ私が分かっているのは YouTube でございます。そうなんですよね。はい、家事をしながら聞いてや。うん。 運転しながら聞いてや、うん、職場に行くと聞いてないや、うん、面白いやつ面白いすごい面白いエピソードは電車の中で聞いちゃだめなやつ <laughs> でもそんな沸かせらんか,いから、ね、そんぐらい沸かしたいけどな <laughs> そうなからいつもさ、ここに来るときにさああ、頼むから私のギャグセンス下がってないでくれって思うの、ね、<laughs> 当にそれだけが <laughs> 日本語で喋る機会あんまないじゃん、ねそうだね、ここに来る以外。 お願いだから日本語のギャグのセンスだけは下がんないでくれって思ってる <laughs> ああちょっと日頃落語とか聞こうや <laughs> で磨く笑いの原点に変えるからそうですあそれもいいかもね、うん、トレーニングしんと発信してますからね私,私は一回ねインプットすることも大事です、ね、そうなんですよだからのアウトプットなんでそうそうそう出し切ったらもうネタないってなるからね <laughs> 面白いさでカバーしんとそこは <laughs> そうなのよ,そうなんよ 引き出し持ってこんっていっぱい。そうだね。はい。ちょっともうちょっと日本語聞くようにするわ。そうですね。ね頑張りましょう。頑張ります。はい。ということで,で、今日も聞いていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた。せーの、おやすみなさい。